北海道からこんにちは、ポミーヒルフィガーです。ディズニーツムツム、今日もやっていきたいと思います。はい、本日はですね、こちらの11月の新ツムのダンシングジーニーですね、こちらのスキル6、初見でね、アイテムフルに使ってプレイしていきたいと思います。新ツム3種類の中では一応ですね、ジーニーがスキルマックスまで36個タイプということで一番強い取り扱いになっていたので、結構ねスコアなんかが稼げるんじゃないかなと思いまして、こちらをですねどれぐらいいくのかっていうのをやっていきたいと思います。上手い人のねプレイ動画なんか見ると結構な得点いってるんですけど、私なんかね上手くない人がやったらどれぐらいいくのかっていうのをね参考程度にやっていきたいと思います。私プレイはそこそこ、はい、結構ね平均的なプレイスキルだと思われますんで、こちらをね参考にどれぐらいいくのか、またまたね、それを見て育てるのかどうなのかっていうのをね、参考にしていただければなと思います。では早速、プレイヤーの経験値以外のアイテム使ってやっていきたいと思います。では早速やっていきましょう。スタート。よし、始まりました。なるべくね、なるべくロングチェーンを意識してねやっていきましょう。一応ねボムのアイテム使ってるので7チェーン以上頑張ればこうやってねタイムボムがうまく1個出てくれましたこのスキルやっぱ笑っちゃうな、楽しいな、軽快だよね、あのリズム感がいいんだよすごくいやいいねこのあでこれね、あの多分なんですけど、とりあえずジーニーのスキル使って出てきたアリ王子ね、アリ王子をボムキャンして消していくのが一番いいと思うんですが、そのボムもねちゃんとスキルじゃねえや、なんだっけ、全然出てこない、スコアボムですね、はい、スコアボムを使ってボムキャンするだけで多分ねスコアが伸びていくんじゃないかなと思いますんで、しっかりと意識してね、このスコアボムがどこにあるのか、ボムがね2個以上出た時に、スコアボムの位置を把握してね、ちゃんとねどのボムを使うのか意識していかないと、うまくねいかないんじゃないかなと思います。意外とマイツムが降ってくれて、あ難しいなこれ、難しい、つなぐのが意外と難しい、多分ねアリ王子に向かう、もしくはアリ王子から他のツムに向かう時は結構ね長めのチェーンで優遇されてると思うんですけど、それ以外がなんかちょっとね、距離感が違うんで難しいな意外とそしてこの出てきたね、あのスキル使った後に出てきたジーニーっていうのかな、多分画面内にあるジーニーがちゃんとねあの茶色い肌の褐色のジーニーに変わると思うんですけれどもこのジーニーがめちゃくちゃウィル・スミスそっくりまんまだよね、すごいな。最近なんか来日してましたね、ジェミニマンっていう映画の公開に合わせて、来日してました。昨日かな、昨日あの嵐に仕上がれに出ててたまたま見たんですけど、いやーほんと似てるよね。そしてやっぱねこのキャラクターがいいよね、ウィル・スミスってね。残り時間今22秒で700万点ぐらいいってるね。お、いけそういけそう、このペースなら100万いけるんじゃないか、頑張れ頑張れ。ただちょっと後半下りつつある、なんかねチェーンがうまくいかない。最近ねタッチペン変えたんですけども、なんかねちょっとね先っちょの細いやつに今変えてみたんですけど、いやーやべえこのタイムロスいて、やべえやべえやべえ、いけ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 、よし、オッケーオッケー、まだいける、まだ10秒ぐらいある、これでなんとかね、うん、オッケー。マイツムがない、マイツムがない、マイツムがないよ、やばいやばいやばい。ここでのタイムロス、うわ、あと一回やりたかった。まずい。あー、900万点。うわー、アイテムとか、レベルボーナス入れる前で910万スコア。そしてアイテム使って1250。あーなるほど。はい、ということでこちらのダンシングジーニーアイテムのね、スコアのプ
プラスなんかもあって、なんとかギリギリ1000万スコアという感じでございました。そうですね、まあフルアイテムでやるのが初見だったっていうのもあるので、まあ何回かやればおそらくね1000万スコアはボーナスが入る前でもね行くんじゃないかなと思われます。はい、なのでまあ上手くない人でも1000万スコアは全然狙えるツムだっていうことがね分かったかなと思います。はい、コインもまあまあ稼げてはいたので、そうですね、アイテム使えばですけども、あくまでね、はい、まあこれを参考に育てる育てないなどね判断していただければなと思います。一応ですね、他の新ツム2種類についても、プレイのね動画やっていきたいと思っておりますんで、そちらもねご覧いただければなと思います。ということで、こちらの動画は以上にしたいと思います。少しでも参考になった方、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。トミーヒルフィガーでした。したっけ。